You now have five prime lenses in the S-Line range. What is the main philosophy when designing those lenses? This is a CineD gear news video supported by B&H and CVP. Hi, I'm Johnny from CineD and I'm here with Watanabe-san from Panasonic. Watanabe-san, how are you? I'm fine. Actually, it's the first time that we have the chance to talk together and you just introduced the new Lumix S. 18mm 1.8、mm、プライムレンス。So, this is a good reason to talk about your all line of S lenses.Let me just start because it's the first time we were meeting.What is your position at Panasonic? はじめまして。私は渡辺と申します。Panasonic Entertainment Communication 株式会社でイメージング事業の商品企画を担当しています。これまでにカメラ本体では

直近の約10年間は交換レンズを一貫して担当していまして、まあ、その中で商品企画をするにあたって最大の課題といいますと、えーまあ、常識にとらわれない商品りりににななます、まあ、常識にとらわれない造林づくりというのは、まあ、ある意味ルミックスだからこその課題であり、まあ、逆に言えば長所でもあると思っています。まあ、ルミックス自体がですね まあ、カメラメーカーとしては歴史が、まあ、浅いものの、まあ、世界で初めて、まあ、ミラーレスカメラを世に出したメーカーでもあります。まあ、そういった意味で、まあ、同業他社に比べて、まあ、過去より脈々と続きます。まあ、業界の常識にとらわれない、まあ、徹底した。まあ、クリエイター視点での非常識で、まあ、革新的な商品作りができる。まあ、そういったメーカーであると考えています。

実際のクリエイターの撮影現場から生まれているということです。我々ルミックスの商品開発メンバーは、職種を問わずクリエイターと接して、そして実際のクリエイターの仕事現場に行って、そこで様々な商品作りの気づきを得ています。そして今回の単焦点シリーズはまさにその現場において、撮影したいシーンに合わせて、 まあ当たり前のようにレンズを交換して、そして周辺機器の再設定をして、最後の編集においてレンズによって異なるトーンを合わせる作業を行う。こういったですね、クリエイターにとって当たり前のように行っていた一連のワークフローをなんとか効率化したいという思いからスタートしています。具体的に これまで撮影したいシーンに合わせて個別最適化されたレンズではなくてどの撮影シーンで使用するレンズであってもそのサイズ操作性重量感そしてトーンまでもシリーズで統一をして個々のレンズのパフォーマンスを最大化することが本単焦点シリーズのフィロソフィーになりますクリエイターの使用頻度の高い主要な焦点距離を カバーするま個々のレンズには、ま各々のま焦点距離ごとで求められるパフォーマンスが異なります。まこの個々のレンズのパフォーマンスを妥協することなく、各種統一を図るというこれまでにないコンセプトと、それを実現する高い光学技術があって成し得たシリーズであると言えると思います。Are the Lumix S lenses made in Japan? 本単焦点シリーズはすべて中国製のレンズになります。単焦点やまあズームなどのレンズの種別であるとか。あとは商品グレードによっては異なるんですけども。まあ、実開発期間という意味では、まあ大体1.5年ほどかかる。ところになります。ただまあ交換レンズの開発の難しさというのは。 カメラ本体に比べて商品寿命が非常に長いということもありカメラ本体を含めたシステムとしての先の進化までも考慮した商品開発が必要なことですよって商品を具現化するという意味での商品開発と並行してシステムとしての商品戦略に基づいて先の進化を想定した新規開発要素の開発並びに商品検討を 常時行ななっているような感じになります今回の F1.8 単焦点シリーズではフォーカスレンズの駆動モーターとして 高い駆動力と静音性というものを両立するリニアモーターを全レンズで採用しています。さらにその気候面という意味ではガイドシャフトと尺動レンズ枠の摩擦を抑えるべく高精度な表面処理を施すなど応答性の高いこのリニアモーターというものの性能をフルに発揮させて、さらにはですね制御面というところで。 ルミックス独自の技術でありますフィードバック制御とそしてフィードフォワード制御のハイブリッド制御によって、まあ、その制御の難しいと言われる、まあ、大口径、フォーカスレンズ群の高速高精度かつ、まあ、静粛な駆動を可能として高品位な動画撮影を可能としています。Remix のレンズは 最新ののガラス材料とと非球面レンズというものを駆使して設計がされていますさらにですね改造性能という意味では大きく影響を与えるレンズの形状精度というものが重要になりますけれどもそこにおいてもサブミクロンオーダーで加工されているというところとあとはですねレンズの光軸精度においても同じくこちらもミクロンオーダーレベルで調整するという独自の方法で組み立てを行っています。 これらによって 8K にも十分適した解像度を達成していますレンズのブリージングを抑制するには光学設計時においてフォーカスレンズの配置っていうものがポイントになります。その理由としましまては、 そのフォーカスレンズを通過する光線の角度がブリージングの代償に大きな影響を与えるからです。最近はですね、競合他社さんを含めてこのブリージングについて訴求を始めておりますけれどもルミックスではですね、実は以前よりこのブリージング抑制というものに配慮した商品開発を進めており今回ですね、これまでに培ったそのノウハウをこの単焦点シリーズにも生かしているというところになります。 画質面で言いますと画質を構成する基本要素であります、まあ、MTF であるとかボケの滑らかさそしてまあ透過率といったものが挙げられますけどもこれらの項目についてはパナソニック独自の高い光学設計基準を持っております。 でこれらの基準というものは非常にシンプルではありますが今回ここの単焦点シリーズの中でそれを実現するというところが非常に難しくて広角から望遠までのさまざまな焦点距離がある中でそれぞれのレンズタイプというものが異なりますけれども異なる中でこの規格を一律満たすというところが非常に容易ではなかったというところになります。ここれまでた、まあ、たくさんののののレンズを生み出してきとといいううろの設計者のスキルというものと まあそれを実現するための光学系の調整技術、まあこれらによって今回統一された画質というものを達成しているというところになります。Can you please share with me the importance of lens coating? And who is actually deciding about the look and feel of a lens? Because obviously the coating can, can contribute a lot to this. コーティングというものは交換レンンズにににおいいいてて非常に重要な要な素であるという,ふうに認識していますコーティングは画質の透明感であるとかゴーストフレアの抑制そして色味っていうものに影響してきますけれどもその仕様については試作設計の段階で透過率やゴーストフレア等の各性能を評価しつつ何度も仕様を見直したり試作を繰り返すっていうことがあります。 またゴーストフレアと、まあ、透過率っていうものは、まあ、画質全体のカラーバランスに関係してきますので、まあ、お客様にとっても非常に重要な要な素であるといううに認識をしています、まあ、そしてま最後にですね、まあ、トータルの画質っていう面でいきますとやはりレンズだけではなくて、まあ、カメラ本体の外出設計メンバーとレンズの光学設計メンバーが連携をして、まあ、常に目指すべき

ユーザーベネフィットへの提供という観点では一切の妥協をしていないというふうに認識をしています。さっきの質問でもありました本シリーズのフィロソフィーのところでもお話ししましたがシリーズとしてこれだけの統一性を維持しながら各々のレンズに求められる特徴であるとかその性能っていうところを最大限実現していると自負しております。あえて妥協と いうのであれば、やはりそのシリーズとしてセットであの導入をしていただきたいので、価格っていう面をできるだけ抑えたものにするために、まあ絞りリングであるとかそういったものの使用をまあ採用しなかったというところになります。まあただこれについてはまあ市場からの要望等を踏まえつつ、まあ別のシリーズであるとかまあそういった展開を含めてまあ検討していきたいなというふうに考えています。In the Lumix S line You have some prime lenses, and you also have some zoom lenses. Some of them are marked with the word "Pro." What is the "Pro" stands for? I mean, this is only the because of the certification of Leica, or there's any any other thing? Soですね. The mix まあ妥協のない描写性能っていうものを追求したラインになりまして当社独自の厳しい基準のもとに、まあ、企画設計開発そして製造まで含めてライカカメラ社の高い品質基準をもクリアしたレンジにしか得られない認証である by も受けていますそしてもう一つのラインである S レンズですけれどもこちらはですね、まあ、性能と機動力 サイズ重量そして価格といったそういったさまざまな要素のバランスを考慮したレンズになっています。S プロレンズと S レンズの端的な違いという意味では基本的な性能であるとか製造まで含めた厳しい品質基準であるそのサーティファイドバイライカのありなしになるんですけれども S レンズ自体には小型軽量というところと高性能のバランスを考慮しつつ例えば 2060というレンズがありますけれども、まあ、その他社にない広角 20mm スタートの標準ズームであるとかあとは70300というレンズにおいて、まあ、テレタン 300mm でのマクロ撮影を可能とするとか何かユーザーアビリティの追求というコンセプトを有したのが S ラインであるというふうに考えています。 Guys, thank you very much for watching and please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you.